宵で過ごす蛍光灯に照らされた同じ顔の仲間たち時間になると空からごちそうが降ってくるある日ペットショップの入り口が開いて80過ぎのおじいさんがやってきたよ突然僕は救われてビニールの袋の中メスの金魚と水草と一緒に飼われたよ着いた場所は丸い金魚鉢誰かの話がひそひそ聞こえるおじいちゃんとあの金魚とどっちが長持ちするかしらってその時僕は決意した僕は体に気をつけておじいさんより長く生きてやるとシク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 彼女の金魚は泣くよ水草の枝で涙をそっと拭ってこんなところで私の一生は終わるのねとそんな泣くなよ水槽のペイハーが下がるからその時僕は決意した僕は彼女を守りつつおじいさんより長く生きてやるとポカ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 縁側の日差しは春丸くて青い僕らの世界もほら春愛する人のすぐそばにいつだっていられるから僕はここで頑張って生きてくと決めた Cheers!